こんにちは、赤澤夏実です。今回はこの冬試してよかったオーガニックのプチプラ万能オイル、こちらのクナイプの美容オイルの効果感や使用感、使い方など幅広くレポしたいと思います。その前に最初に簡単に自己紹介をしておくと、私は美容分野エステインの経験がありまして、お肌の基礎知識っていうところはしっかり押さえた上で、敏感肌、乾燥肌向け の保湿ケアのやり方なんかを発信しています。今回は冬の乾燥にも負けずに活躍してくれる万能なオイルを見つけたので、ちょっとそちらのレポをしていこうと思ってます。では早速こちらのクナイプのオイルをご紹介したいと思うんですけど、なんともう125年以上も世界中に愛されているオイルでして、でも成分の 98% 以上がもうオーガニック原料っていうすごく質の高いオイルになっていて、敏感肌さんとか乾燥肌さんでも安心して使えるようになってます。クナイプの保湿オイルは本当に万能で、お顔のケア、あとヘアケア、あとマッサージとか体の保湿とかにも本当にいろんなケアに使えるオイルになってます。で、柑橘系のオイルとこちらのローズの2種類がありまして、で私はハリ弾力ケアもできるこのエイジングのローズヒップオイルの入ったオイルの方を使ってます。もうドラッグストアとかで手軽に購入できるし、これ 20ml なんですけど、なんと500円でゲットできるので、なんかオイル使ってみたいけどどれがいいのかなって悩んでる方でもお試ししやすい価格とサイズになってます。では早速使っていきたいと思います。まずはオイル の使用感見ていきたいので、テクスチャーを確認します。ちょっと 1-2 滴くらいオイル出していきました。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、結構サラーっとしたオイルになってます。お顔に使っていくときはブースターのオイルとしてスキンケアに使うのがおすすめなので、ちょっとこのオイルお顔になじませていきますね。はい、ちょっとサラーっとしたオイルだったんですけど、こう手のひらになじませてこうお顔に広げていくと、結構しっとりするなっていう感じがしますね。だいたい2滴とか3滴くらいでお顔全体にしっかり伸ばせるかなっていう感じです。で触った感じですね、すっごいベタベタするとか嫌な感じはなくて、肌に溶け込んでいるような感じがします。ちょっとハンドプレスとかもしてあげると肌にしっかり馴染んでくれて、結構使いやすそうなオイルだなって感じはします。ブースターのオイルとして使ったら、お化粧水を上からと重ねてつけていきたいと思います。ブースターを使うことで化粧水の潤いがお肌に浸透しやすくなります、化粧水すごいぐんぐん入ってってます。ハンドプレスとかもすると本当にお肌すっごいもちもちになります。もともとサラッとした使い心地のいいオイルですけど、化粧水を重ねるとよりオイルのベタつき感とかが気にならなくなって使いやすいです。しっとりするけど肌なじみがよくてスッとなじむから、これ首元のデコルテケアだったりとか髪の毛のケアに使っても快適に使えるかなと思います。せっかくなのでちょっとデコルテとかヘアケアも一緒にしていきたいと思います。首元も結構年齢出やすい部分なので、保湿は必須かなって思うんですけど、こちらはローズのオイルの方はハリ弾力ケアもできるので、ちょっと年齢出やすい部分のマッサージとかにもすごいおすすめです。伸びも良いし、こちらもさらっと馴染んでくれますね。髪の毛の毛先とか内側を中心にオイルをなじませてあげて、洗い流さないトリートメントみたいに使うこともできます。あとはお風呂に入る前とかだったら、シャンプー前の頭皮マッサージとかにも使ってもいいかなと思います。結構頭皮の汚れってシャンプーする前にブラッシングしたりこうやってマッサージして揉みほぐすことで汚れが落ちやすくなるので、こういった
マッサージ、頭皮全体のマッサージに使うのもすごいおすすめです。髪の毛が結構広がりやすかったりする方は、あのワックスにあのクナイプのオイルをちょっとなじませてもらって毛先につけると、朝あのスタイリングでウェットな束感を髪に出すこともできるので、そういったあの使い方もおすすめです。はい、ちょっと髪がまとまりやすくなりました。あの体全体にも私は使ってるんですけど、全然ベタベタしなくて使いやすかったので、あのぜひ全身のケアに使っていただくといいかなと思います。他の使い方としては、私はあのお風呂に入るときに結構入浴中に顔がすごい乾燥してしまうので、あのお風呂の中で顔の保湿をするときにあの使ったりもしてます。クナイプのオイルは本当にいろんな使い方ができるので、ぜひいろいろ試してみてください。最後にあのクナイプのオイルについてまとめます。もうクナイプのオイルはもう肌が弱い方でも使える成分になっていて、全身どこにでも使えて、しかも安いっていうのが特徴かなと思います。私最初お試しするときはすごい安いし、そんな保湿力とかあんまり期待できないだろうって思っちゃってたんですけど、こんなに安くて安心して使える実力派のオイルって他にないなって正直なところ思いました。まだまだ寒い時期が続くので、お肌も乾燥しやすかったり、あの敏感になりやすいと思うので、ぜひクナイプのオイルを使ってお手入れの保湿力をグッとアップさせてあげましょう。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。